はい、どうもタクタクです。クラッシュオブクラン実況プレイやっていきます。今回はちょっと前回と予告が多少違うかもしれないっていうか、だいぶ違うかもしれないんですけど、皆さん見てください。今回はですね、大軍で攻めようシリーズなんですけど、勝手にシリーズ化してる。これガーゴイルがなんと100体、アーミーキャンプにガーゴイルが100体もいます。あ、違う見て、これ気持ち悪いですね。これハエみたいな感じ。こんだけいるとちょっと気持ち悪いですね。っていうそんな感じで、さらにですね、見てください、このクラン、はい、7体、さらに7体、つまり107体のガーゴイルさんが今僕の仲間にいると、僕のアーミーキャンプおよびクランの城の中にいると。まあちょっと一人だけおっさんがいますけど、まあこれはね、15なんで、ガーゴイル必要なスペース2なんで、ちょっとどうしても1足りないんで、バーバリアンが一体いるみたいな感じですけど、まあそれは置いておきましょう。で、今回何をするかというとですね、ガーゴイルで攻めると。まあ、それしかすることはないんですけど、まあどう戦うかっていうですね、僕あんまり得意じゃないんですよ、実は。クラッシュオブクラン。どう攻めたら正解みたいなのが、あんまわかんないんですよ。わかんないで、まあ、これとりあえず突撃したらどうなるんだっていう、そういう動画です。で、今回はですね、アーチャーの時みたいに魔法は使わないとは言いません、どんな感じで攻略したらいいのかなみたいな、どちらかというとそっち寄りの動画にしたいと思います。で、呪文の作成というか、呪文の今あるのはですね、このはい、ライトニングの呪文、これが今3つありますんで、僕の作戦としてはガーゴイル飛行系なんで、空中をですね、狙うこの対空砲をライトニングの呪文でまず何個か、まあ1個ぐらいだと思うんですけど、1個除去して一気に攻めるっていうような、そんな感じでやってみたいなと思います。よし、じゃあ攻撃、よし、対戦相手を探してみましょう。いくぞー。ここ勝てる気しない。次とどれぐらいがいいかな。ここは勝てそうな気がするけれども、あんまりこう資源的には少ないんで、ここは飛ばしましょう。ここいいんじゃない、ここなかなかいいんじゃないかな。まあなぜかというと、エリクサーも6万あるし、ダークエリクサーがないよね、一つも。でもあとはね、なぜいいかというと、対空砲があまりない。よし、ここにしよう、決めた。よし、まずライトニングでこのウィザードの塔と対空砲を壊す。おらおら、こう2つも壊れてくれ。壊れるかな。おくし、壊れた。よし、そして壊れたところを取り囲むようにして、ブン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 と思いきや、こうアーチャー付近からまず攻めた方がいいかな。アーチャー付近を壊すようにして、どうだどうだ。これなかなか圧巻やな。よし、第2弾いけ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 。で、おっさんもいけ。おっさんっていうか、まあ、おー、すごい、なかなか圧巻。バーバリアンキングとか、おー、いいねいいね。おー、はい、とりあえず勝った、勝ちはした。あとはどうする、パーフェクトになるか。パーフェクトで勝てるかだ。あとはどうかな、どうかな、この勢い、あ、いったね、これね、アーチャーだ、何台だっけ。これ多分勢い的には勝てる感じがするよ、これ。あれ、待って、ちょっと様子がおかしいぞ。あ、よし、頑張れ、倒せ、いけるかな、これはまずい、これはまずい。バーバリアンキング、攻めきれるか。バーバリアンキング、なんでそっちや。ダメだったか。まあまあ、でも勝ちは勝ちだし、資源もほとんど取ったからいいか。これでもどうなんですかね。ダークエリクサーはまあなかったからな。ホームに戻ろう。一応勝利することはできましたね、ガーゴイルだけで。ガーゴイル一応まだレベル上げてないんで、あれでしたけど、ガーゴイルに必要なこの訓練が6ダークエリクサー、
なんですよ。で、10体作ると当然60。で、100体なんで600ダークエリクサーが今回は必要になったんですけど、まあ、それに対して6エリクサーと、あと何歩だっけ、ちょっとログを見ればわかるかな。47,000のお金、ゴールド、ちょっと単位が忘れちゃいましたけど、だったんですけど、まあ、これはどうなんだろうな。この子はダークエリクサーのあるところをできれば攻めたいと思います。はい。という感じになりました。はい。まあ、ちょっと、あまりまとまりのない実況ではありましたけど、実況というかもうほとんど叫んでて、いけいけとしか言ってなかったけど、まあ、ガーゴイルの大群で攻めるとあんな感じになりますよっていう、そういう動画でした。で、ライトニングの呪文もよく考えたら使ったから、これね、結果ね、勝ったけど勝ってないみたいなトロフィーだけ増えましたっていう、そういう実況でございました。はい。もうちょっとうまく、うまいとこに攻め入ればよかったなって、ちょっと若干後悔を残しつつ、今回はこの辺で終わりたいなと思います。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまた。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。僕のチャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてツイッターもやっておりますので、更新情報やタクタクのつぶやきに興味がある方はぜひフォローをお願いいたします。さらにタクタクは他にも2チャンネルの YouTube チャンネルを運営いたしております。タクタクのゲーム実況チャンネル2、顔出しをしているタクタクの日常チャンネル、合計3チャンネルございますので、残り2チャンネルのご登録もよろしくお願いいたします。詳細は概要欄にございますのでご確認ください。ではまた。